デイビッド・サンボーンは、ジャズフュージョン界で活躍する、サックス白人奏者であり、彼の活躍は、スムーズジャズへの影響も深い。ユニークで渋みのあるファンキーなプレーが特徴。歌うように奏でるその音色は、泣きのサンボーンとも呼ばれる。1945年7月30日、フロリダ州タンパで生まれ、子供の頃セントルイスに移る。幼少より、小児麻痺にかかり、医師の勧めでリハビリを兼ねて、サックスをやり始めた。ブルースやジャズに影響され才覚を育てたサンボーンは、10代半ばには、アルバート・キングとも共演した。様々なミュージシャンとセッションをこなし、1975年、ワーナー・ブラザースレコードと契約し、アルバム、テイキング・オフでデビューした。1978年、ピアニスト深町純が中心となり、マイク・マイニエリ、ブレッカー・ブラザーズ、スティーブ・ガッド、リチャード・ティートンが参加した、ニューヨーク・オールスターズにも参加した。1983年、ローリング・ストーンズのアンダーカバー収録曲、プリティ、ビートアップにゲスト参加。1991年に、エレクトラに、2003年にバーブレコードに、2008年に、デッカレコードに移籍する。ありがとうございます。